鼻が効くんだか効かないんだかわからないこの創作活動、岡川さんの効いてんの鼻、明らかに鼻が効かないんじゃないですか。効かない。あれ、かかさん、お散歩行こうか。お出かけする？かかちゃん、お出かけすごい待ってる、待ってるね、もうちょっと待ってね、お出かけしようね、一緒に。かかちゃん寝てます。おかかもさ、最近あの車だと酔うことあるよね。ちょっと気をつけないといけないね。到着。到着。頑張った。かかちゃんはちょっとふう垂れてる。ちょっとふう垂れてる。着いたよ、かかちゃん。着いたよ。降りる。降りようか。降りる？降りる。降りる。お散歩する。なんか大根とか売ってたよ、かかちゃん。大根かぶりつく？大根だ。よいしょ。うん、行くぜ。あ、取れない。かかちゃんの、確かに。かかちゃんのどこだろ感がすごいね。これどこだろ、これは。これはどこ？風がすごいな。どこだろう、ここ。どこだろうがすごい。こっちじゃないよ。もううんちしたそうじゃしないの？今日のうんち。どう、お母ちゃん。会長、今日はうんち。お母ちゃん。今日のうんち。パート2。毎日そうなんだよね。今日のうんちやるとき前に行っちゃうからさ。これなんかすげえ YouTuber っぽくない私。ユーチューバーっぽいな。スクリーンどこ？スクリーンどこ？茅ヶ崎里山公園。ああ、こういうの子供。西駐車場なんだこれ。こういうの子供好きだよね。うん、そうだね。どこ？全体もさ、すげえ広くない？広い。いいね。すげえ広い。キツネ坂、かつてキツネが行き来していた。さっきあれじゃん、あの東駐車場だったのかな、あれって。うん、一番下んだのはこれなんだね。だよね、埋まってたね。こっち側にプラスして作ったの。埋まってて、こっちに来ました。だ、北っていうのもあるじゃん。北も結構ちっちゃそうだね、駐車場。うん、ここはでもまあいいけど、ちょっとこっちまで来るのにかかる、ね。うん、大変そう。行ってみよう。西駐車場は結構あれだよね、広いよね。広い。何桜これ、花びら咲いてるよ。つぼみがいっぱいだよ。何気ないけどさ、うん、タンポポとかもさ、春って感じするよね。なんとか、あれ菜の花っぽいよね。これ撮ってる？あー、黄色いの。そうだね、撮ってる。嬉しそうだよ。あそこにほら、長い長い滑り台のやつだった。どれ？あー、すごい。そうだね。お母さんも乗りたい。お母さんは乗れない。菜の花だよ。やっぱ菜の花だった。うん、何の花や。赤、何の花のとこ行って。そっちじゃないんだな。見える？見えるよ。おーいってやってるの見える。私も隠れておかかだけって難しいね。おーい、見える？見えるよ、出てる。なんかでも何にしても楽しげな公園ですね。はい。楽しそう。
あーこれ滑り台楽しそうだね。ねえおかか滑りたい、ね、うん、おかか滑りたいんじゃないこれ向かってるよ並ぼうおかかどうやって行くつもりなんだろう。分かんない。楽しそうは楽しそう。ちゃんと道を行こうとしてんだよそうだね、この道を降りていこうちゃんと道通り行こうとしてる。なんでだろう。なるほど、なるほど。なんかそっちのだ。違う違う違う。なんかちょっと違ったと思いますよそれ。それついてってただけでしょ。そうだね。全然関係ないじゃん。でさ。忙しい。楽しいね。いろんなとこ行っちゃって。楽しそう。広場、うん、ここでいいかな。いいね。じゃあここをキャンプ地とするってことでいいね。いいよ。いいね。ここをキャンプ地だぞ。寝るのかって話寝る。ここで寝るぞ。暑いからね、ちょうどちょっと日陰ぐらいがいい。そうだね。よいしょよいしょ。いいよ。パッカ休憩します。風も心地よいんじゃない？ん？風心地よいんじゃないの？そうかもね。休憩だよ、おかか。ステイしてて、おかか、ステイ。ステイ。おかか、ステイ。あ、おかか、これやる？これ、これさ、マグロスティックさ、うん、すごい好きじゃん、ね、匂い強いだろうから見つけられるだろうね。それはさすがに見つかんじゃない。おかかさん、ちょっと一回匂いでちょっと見ないで、こっちそれ待て。だってさ、もうそれ、それ見つかんなかったらさ、待てよ、待てよ。それ見つかんなかったらもうちょっと犬しか。今私がどっかやっちゃって、今どこ行ったか分かんない。見てるよ。見ないで、これ見てて。食べちゃダメだよ見ないで見ないで。何個か入れたよ。いいかな。よし、よし、これで食べよ。おかかが夢中になってる間に食べないとさ、またうろうろし始めると気になっちゃうから。食べよう。食べない？食べる。鼻が効くんだか効かないんだかわからない、この創作活動。おかかさんの効いてんの？鼻、明らかに鼻が効かないんじゃないですか。効かないあれマグロなのに。うん、でもちょっとずつ食べてる気がする。そうか、食べた。鼻の鼻が意外と、鼻がぺっちゃんこな上に鼻が効かない。うるせえって言ってるおいしい。まだある？もう取っちゃった全部。まだあんじゃないの。ほんと？あ、じゃあ一個あった。ほんと鼻が効かないね。でもさ、マグロスティックで余計ボール分かんない。あ、でもそうかも。匂いが強いやつが混じってるからね、うん、あ、マグロスティックあるじゃんと思ったら葉っぱだった。もうマグロスティックは食べちゃったのかな。匂いが強いからね、うん、でもすごい近くにあるんだよ。ここにあるんだよ。ほら気づかないなんでだ、なんでだ。
どうしてだ。サードプレイスカフェさんのお弁当、美味しい。ガパオライスだね。下手くそ。この下手くそ感。やばい。せっかくのうまいやつをさ、ポロッ。ポロッ。そんなことあります？いいよ、食べ。美味しそう。あ、落ちた。うん。美味しい。うまい。卵、そのとろっとしたところは？うん。食べたよ。うまい。いいよ。どうぞ。何を嗅いでんだろう、ココちゃん。そこで、そこで座っちゃうの？そこで座っちゃう。なぜだろう。シートがないとこで座ってる。なんか耳にかかってる。意外と気にならないの、それ。いいの、うん、あんま気にしないの、かかちゃんは。でもそこら辺から多分気にしないと、ほら、ほら、ほら、あらくじになっちゃった。回っちゃった。回っちゃってるよ。よし、行こう。それ気にしなさすぎでしょ、だって。首に巻きつくぐらい気にしないってどういうことなの。わかんないんですけど。はい、行きましょう、かかさん。お待たせ。ママのね、ママとパパのね、お昼ご飯を待ってたね。どこ？あるけど入れる感じじゃないね。ここの持ち物じゃないのか。おい。これは動画です。これ動画だった。はい、どれ動画ですよ。あんまりなんか分かりにくいかなっていう感じはするのやっぱね。残念。どうなんだろう。よし、行こう。待ってよ、カカ、そっち行かないよ。今日のうんち、何回目？3回目。3回目だ。いいね。シャボン玉だ。どうするカカさん。特に見てない。見えてない。見えてない。全然見えてないじゃん。どっち行く？お友達だ。こんにちは。こんにちは。これ、どっち行けばいいんだろうね。こっちで行くか。ん？こっちで行くか。うん、栗の木広場。これ栗の木なの？こっちは大変これ。いけ。すごいやる気です。そんなやる気なの？登ってく。うちらの方が歯入ってんじゃん。このね、カードがさ、いや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 、走んなくていいんだよ。なんで走った？うまいよ、ココちゃん。美味しいね。運動した後のお水美味しいね。そうだね、はい、楽しかったですか？うん、ココちゃん、うんち3回もしたし楽しかったね。もう坂も駆け上ったし。あ、ココ言ってる。寝て、ココちゃん。ココちゃん大丈夫になったっぽいね。よかった、よかった。うん、1個弱める。そうだね。寝てろ。